試合に出るために上手くなりたいと今でも思いますし、その情熱や気力が失われてからどんどん逆に向上してくる。なんか自分がどこまでそのできるか、それは僕にも答えられないです、ただ確実にそういう時期は来ると思います。明日プロサッカー選手として生きてるかっていうのは、これはもう18、19の選手でも分かりませんし、誰も分かんないです。ただ自分はプロ選手として今努力していきたいな、これはもう尽きることのない、これでいいんだっていう、まあサッカーも人生も同じだと思います。納得なんてもし納得して終わるなんてことも考えてない、悔いのないように毎日やりたいんだね。自分が今日一生懸命やることの方がやっぱ最優先に、あとピュアな緊張、サッカーに対するリスペクトを忘れずにやりたいなと思います。